はい、こんにちは、ソヤトイレのベラちゃんと梅ちゃんです。かまーん、ちょっと傭兵にいメキシコ料理の作り方を教えたいと思います。まあ、一つのレシピっていうか、これね、ちょっとマーケットにショッピングったらこれあったけど、うん、日本人はどうやって食べるの？このままそしたらレモンとか入れないの？入れません。え、そしたらね、この動画で、うん、なんか傭兵にこのトウモロコシの作り方、うん、教えたいと思います。はい、じゃあまずね、必要なのはもちろんトウモロコシ、はい、茹でたやつ、うん、うん、からしタヒンってやつ、うん、これはメキシコのだから多分日本には売ってないかもしれないけど、いやね、甘辛レモンチリ、レモンチリ、その後あのマヨネーズ、カテージチーズ、わかる。じゃあもう作りましょう。 OK、 簡単？簡単だと思います。うん、はい、その後はね、うん、これをこれパーって、あ、刺さる、刺さる、あ、刺さんじゃん、うん、刺さったじゃあ2個目、はいよ、はい、これマヨネーズ、そしたら全部塗ります。マヨネーズ全部塗ります。チーズいきます。まだいく、パラパラ振るんだよね。そう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 、まあ本当はね、手を使う、本当ね、これね、手でやるの、ね、日本にあるなんか祭り、うん、がいつもたこ焼きとかあるじゃん、うん、くれたのメキシコのたこ焼きバージョン、うん、はいはいはい、ないと祭りじゃない、ないとおかしい、そうで、最後にこれ入れます。まあじゃあ1個入れて、1個いらない、いい、お願いします。 OK、 完成。食べてみて。うまい。うまい？辛い？辛くない。辛くないでしょ？食ってみ、食ってみ。おいしい。うまくない？ぶっちゃけどっちがうまい？メキシコのと日本の。まあこれこれ簡単だし早いし美味しい。これ食べたら、うん、これなしじゃトウモロコシ食べれなくなる。これ大事、これ大事。見つかれば。食べてみたいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。うん、食べてみたいとかね、うん、そう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 、コメントね、ぜひお願いします。お願いします。じゃあまたね、バイバイ、アディオス。うん、おいしい、うん、でしょ、普通にうまい。